天竜源一郎、猪木への思い。もはや説明不要の日本のプロレス史に大きな功績を残した偉大なレスラー。その飛躍のきっかけとなった試合が、入門から5年後の1981年7月30日、後楽園ホール、インタータッグ選手権、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田対ビル・ロビンソン、天竜源一郎戦でした。この試合で敗れはしたものの、中身のある試合を見せ、以降馬場鶴田に次ぐ全日プロ第3の男として浮上していきます。この試合について天竜は月刊プロレス1982年8月号で以下のように語っています。この一戦を契機に自分は日本での試合に取り組む姿勢が変わったとよく人に言われるようになった。確かにそれまでは15分なら15分、20分なら20分と漠然と試合をしていたような気がする。それが自分でいろいろなことを考えて試合をするようになれたのは、このインタータッグ戦の後かもしれない。月刊ゴング1982年4月号では次のように書かれてあります。口の悪い連中は、なんだ天竜は猪木の真似ばかりしやがって、という。しかし、猪木は猪木であって、天竜は天竜であって、天竜が猪木を真似したわけではない。天竜が延髄切りを使い始めたのは、米国ノースカロライナ地区でのこと。それは、55年の暮れ。相手をロープに飛ばして、帰ってくるところを蹴ってやろうと思って始めたのが、あの技だった。日本に帰ってきたら、猪木さんが使っていて、延髄切りという立派なすごい名前がついているんでびっくりした。別冊ゴング1982年5月号では、延髄切りについて次のようにも語っています。ジョージア州にいた時、コロンバスというところでミスターレスリング2と試合をしまして、彼がなんでかしゃがんでいたんですよね。そしてとっさに出たのが僕の延髄切りだったんです。別に延髄切りというのを意識してやったわけじゃなく、ドロップキックだと思ってやったわけでもなかったんです。ただ試合後、仲間が見ていて、あれはいけるじゃないかと言ってくれたのを思い出して使い始めたんです。月刊プロレス1982年8月号では次のようにも語っています。日本へ帰ってきたら、猪木さんが切り札的に使い、名前も延髄切りといった素晴らしいネーミングがされている。いや、猪木さんに失礼に当たると思い遠慮していた。それが試合に没頭して勝ちたいと思った時に自然と出てしまった。プロレスにはいろんな技があるが、全ては使う人の器量で技の重さが変わってくると思っているから、自分は自分なりに延髄切りを使っていこうと心に決めたのもこの一戦だった。再び別冊ゴング1982年5月号では猪木の延髄切りとの違いについて語っています。猪木選手のはズバリ言って遠心力なんですね。こう後ろの方からスターンと相手の後頭部を蹴り上げる。僕の場合は後方じゃなく、やや横斜め、極端に言えば正面から入っていくんですよ。やられた相手にある人が聞いてくれたんですが、僕のはドロップキックに来るのかエルボーに来るのかわからないって言ってたそうですよ。正面からの場合でも下手すりゃタックルかと、なんていう話も聞いたことがありますから、気をつくという意味では非常に効果的なんじゃないですか。飛んだ位置がそんなに上がってなくともダメージは相当与えていますね。だから猪木選手のは入るって感じがするんですが、僕のはどんな体勢からでも飛べるっていう自信があるんです。再び月刊プロレス1982年8月号では、万字固めについても語っています。自分がロビンソンのパートナーに決まった2、3日後だったかな。ロビンソンはなんと俺に卍固めの仕掛け方、入り方のタイミングを教えてくれたんだ。手取り足取り。そしてこの技をインタータッグ戦で使えと言うんだよ。卍固めは延髄切り同様、猪木さんの代名詞みたいなもの。後になって自分はこのロビンソンから伝授された卍固めを使うことになるんだが、さすがにこの時だけは使えなかった。再び別冊ゴング1982年5月号では、まあ卍固めについてはまだまだ七分の出来ですねと語っており、また目標とするレスラーとして3人の名前を挙げています。
今のじゃないけど一昔前のビル・ロビンソン、僕は彼のファイトぶりを見てプロレスラーになったと言っていいぐらいロビンソンの影響を受けていますよ。またプロレスへの没頭の仕方、これはもう猪木さんですね。本当にあの人のプロレスへの情熱には頭が下がります。そしてプロレスの方向性に対する見方なんていう僕の持論が通じればやっぱり馬場さんです。馬場さんのしっかりしたプロレスへの見方も本当に勉強になっています。僕なんか未だかつて馬場さんの後継者だとは思ってもみないし、ジャンボだってそう思っているんじゃないですか。ジャンボや僕はまだまだ馬場さんを盛り立てる存在だと思っています。そして再び月刊プロレス1982年8月号ではレスラーとしての心情と猪木への思いを語っています。自分の今の試合における心情はいつもガツガツとした試合をするように心がけているんだ。ガツガツ、具体的に言うならば天竜の試合には何かが起きると見ている人に思わせるようにしたいんだ。こんな選手はザラにはいないんだけど、アメリカの若手で言えば鉄の爪2世デビッド・フォン・エリックであり、ベテランならば荒馬テディ・ファンクなんてこの範たるものだし、一時の人間風車ロビンソンもそうだったが、何はさておいても猪木さんの試合には何かが起きるといったゾクゾクさせるものがある。ファンは誰しも猪木なら何とかするんじゃないかの期待があるでしょう。自分自身も猪木さんのようなああいったムードを持ち、試合のできるようなレスラーになりたいとインタータッグ王座に挑んだ一戦で感じ取ったんだ。自分のファイトを見ていただければ、この一戦を機にしてガラッと変わったのがわかるでしょう。レスリングに対するものの考え方も大幅に変わったし、納得のいく仕事ができるようになったのもこの一戦から。今後ますます天竜は大きくなっていきます。そしてファンの皆様の心に残る名勝負を演じていきたい。今自分の決め技は猪木のコピーと言われているが、自分の気持ちの中では猪木さんを超えたいがいつもあるんです。いつか猪木のコピーと言われないようにしていきますよ。プロレスラーとなった以上は、いつの日かプロレスラーとして尊敬している猪木さんを超えてみたい。そのためならば天竜はどんな努力でもするし、火の海にでも飛び込む覚悟はできている。馬場は1983年発売の自身の著書ジャイアント馬場の16問が行くの中で天竜について語っています。天竜は肉体的資質は一級品だ。ジャンボ鶴田に比べてもジャンプ力がちょっと鶴田より劣るだけで、その他は全て鶴田に匹敵する最高のものを持っている。一時は何か吹っ切れないような低迷期もあったが、俺と鶴田のインタータッグ選手権に挑戦した試合からプロレスというものがある程度分かり出したようだ。天竜の今の武器は円錐切りと万字固めだが、俺は鶴田にはバックドロップ、天竜には何か天竜独自のものをと考えている。俺が見て天竜が今使っている技の中で最もいいのはサイドスープレックスだ。これは磨けば強烈なフィニッシュホールドになる。だが現状ではそこへ持っていく過程がもう一つ甘いようだ。これは俺も天竜と一緒に考えてみようと思っている。